ゴブリンは映画音楽で知られるイタリアのプログレッシブロックバンド。1975年公開のサスペリアパートに1977年公開のサスペリアなどしばしば映画監督のダリオ・アルジェントとコラボレートしている。サウンドトラック作品の CD 再発売は特にドイツと日本でよく行われている。2009年にはヨーロッパで 2013年には北米でコンサートを再開している。2021年現在、クラウディオ・シモネッティズ・ゴブリン等複数に分裂している。初めのうちは、チェリーファイブと名乗っていた。彼らの初期の作品は、バンド名と同じタイトルの白鳥の殺意というレコードである。彼らは、サスペリアパート2の映画音楽を作曲するために、呼ばれた。バンド名をゴブリンに変え、 ジョルジオがーニによって書かれた有名なメインテーマを含むオリジナルの譜面の多くを書き直した。1975年、サスペリアパート2のサウンドトラックアルバムは爆発的なヒットを記録する。再びのメンバーチェンジの後、1977年にサスペリアでダリオ・アルジェントと再び仕事を共にする前にインストゥルメンタルプログレッシブロックアルバムローラーを発表する。 他の映画のサウンドトラック作品やコンセプトアルバムマークの幻想の旅に続いてジョージ・エイ・ロメロ監督のゾンビのヨーロッパ公開版の音楽を担当した。ゾンビのオープニングタイトルではゴブリン・ウィズ・ダリオ・アルジェントとクレジットされた。ヨーロッパ公開版ゾンビのサウンドトラックアルバムの1曲目、2曲目、7曲目はアメリカ公開版でも使用された。 成功にもかかわらず、メンバーの入れ替わりが激しかったため、バンドは私たちこそゴブリンであるという信頼性を維持するのに苦労した。残されたメンバーはさらにいくつかのサウンドトラックを制作しており、1982年のダリオ・アルジェントのシャドウにおいて4人のバンドメンバーのうち3人による部分的な再結成が行われた。 ダリオ・アルジェントとの最後のコラボレーションは2001年公開の3プレスである。ありがとうございます。